サンドピアリスは日本の競争場及び繁殖場。1989年にエリザベス女王杯を最低人気で制した。20頭縦20番人気、単勝配当43,060円はグレード制施行後の GI 記録で2021年、現在も破られていない。2007年6月14日に老衰で死亡した。サンドピアリスとは砂抜き婦人という意味である。 もともと、母、イエン・ライトは、中央競馬でダートで受賞を上げていた馬、父、ハイセイコーは、公営出身の名馬であり、サンドピアリスも、エリザベス女王杯に出る前に上げていた2勝はいずれも、ダートでのものだった。春に、ダートで2勝したサンドピアリスだが、芝では京都4歳特別で0秒5差とはいえ9着に、破れるなど2戦二2であった。 秋は900万下のダートに3回出走するが、いずれも掲示板外に破れている。そんな馬が、エリザベス女王杯に使われたのは、馬種の日高ブリーダーズユニオンが、初年度募集馬を GI に出走させたいと考え、また、吉永忍部調教師も、主戦騎手の騎士茂彦を GI に出走させてやりたいと考えたためであった。そんなサンドピアリスは、 20頭立ての20番人気と人気が全くないのも無理はなく、関西テレビの杉本清アナウンサーは、最後の直線で、外を通りまして3枠から1頭サンドピアリスだ。おうなんと、サンドピアリスだと一瞬絶句した後にサンドピアリスの名前を伝え、ゴール前では、しかしびっくりだ。これは、絶ン番号6番、サンドピアリスに間違いない。と、実況した。後に、 杉本は著書で何ぼ何でもこの馬はないなと思っていたサンドピアリスが伸びてきて、それ以外に山フリアルや新ビクトリーといった人気ウスの馬ばかり伸びてくるため、そりゃもう焦ったなんてレベルじゃない。焦って焦って焦りまくったと記している。実際、翌日に馬主関係者と対面した際には挨拶代わりに杉本さん、 サンドピアリスに間違いなかったですねとからかわれたという。エリザベス女王杯の勝利は陣営にとっても予想外の出来事に移り、騎手の騎士と調教師の吉永にしても勝利インタビューでサンドピアレスと馬の名前を最後まで間違えて答えていた。このレースは優勝したサンドピアリスが最低の20番人気、2着10番人気。 三着十四番人気と人気薄が立て続きにゴールし、逆に一番人気の車大かぐらが競争中の故障により、最下位に沈んで単賞配当43,060円という超大穴配当となった。この当時は単賞、副賞、連勝副式の三種類しかなかったため、単賞配当に目が行ってしまうが、後にバレン、ワイド、ウマタン、三連服、 三連単と投票方法が増えていくごとに、このレースの推定配当金額が、基上理論で語られるようになっている。以下の内容は、netkeiba.com よびヤビスサーチに基づく。タマモストロング同期の車台カグラ、ライトカラーは有力な3区には恵まれなかったのに対し、サンドピアリスは繁殖品馬として、ダート交流戦のオス、 タマモストロングを出して成功を収めている。サンドコロネット、サンドハーブ、サンドピクチャーの3頭は繁殖入りしている。サンドコロネットの固定へ無限規模は、荒尾の九州記念と日後の国グランプリに優勝。サンドピクチャーの子、タマモリターンが、兵庫県競馬組合そのだけ馬場の荒山よしのり、旧社に入り、2008年12月31日に、 開催された第37回、ソノダジュニアカップに優勝した。グレード制試行前では、優順競争で立ち風が、単勝55,430円を出している。前週の喫下賞で、GI 起場の予定だったが、起場場場のムービースターが除外となって落ち込んでいた。ライトカラーは、繁殖入りして間もない1993年に、骨折により、死亡。 ダ大カグラも2005年に死亡している。ありがとうございます。